虹色サティンです。よろしくお願いします。本日も英語を勉強していきましょう。はい、今日はですね、can を使って疑問文を作っていきましょう。はい、can という言葉はできるという意味を持っております。それを否定文に、疑問文にすると can が先に来ます。 can が先に来て主語、動詞が来てという形になりますので、例を挙げてみると、 Can you speak English? あなたは英語を話すことはできますか？などと、これで一通りの、言葉ができます。じゃあこれを使って皆さんが覚えた単語をこの言葉に入れて言っていきましょう。はい、良いですか？ Are you ready?いきます、スタート。いかがだったでしょうか。何度も練習をして、その言葉の意味っていうのを英語のまま覚えて、自然に使えるようになると思いますので、頑張りましょう。コメントありましたらいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。